今回は、再登場してから、マジで作品の清涼剤となった男、に対する読者の反応を紹介します。この動画は、単行本、または、週刊少年ジャンプ本誌の、ネタバレを含む可能性がございます。何卒ご了承ください。それではどうぞ。どんどん暗い展開になっていく中で、お前のデニムジョークが本当に救いだったよ。ヒロアカのラジオの、エンデバーの中の人も同じこと言ってた。わかる。これは支持率ナンバーワン。安心感が半端ない。マジでユーモアって大事ですねさ。首がどんどん伸びてる。作中最高戦力の一人だから、しょうがないところもあるけど、初見オールフォーワンとかしがらきとか、毎回戦う相手がヤバすぎる人。病み上がりで、ギガント巻きや縛りつけるやべえやつ。ノームが後ろから2体も迫っても、一撃しただけで、すぐにマキアに集中するプロ意識、めっちゃかっこよかった。こうしてみると、プロヒーローはやっぱ強いってわかんのいいね。山ほどいるプロヒーローの中でも、トップレベルのナンバー3。で、結局違法デニムって何なんです？戦意を操るとかいう、ありそうであまり思いつかない能力。ナンバーワンナンバーツーが軒並みスキャンダルぶち抜かれてボロボロ状態の中で、マジで頼りになる。マジでここ声出た。それまで絶望の連続だったから、マジで嬉しかったわ。わかる、6期に入ってから、自分の中でこの人の株急上昇だわ。携帯の持ち方かっこよ。こんなに清涼剤なのに、ジーニスト視点の37巻が辛すぎるので報われてくれ。服を着てる現代人相手にはほぼ最強という。プロヒに関する架空の都市伝説スレで、ジーニストにガチ全裸で挑んだヴィランがいる。テレスが面白かったう。自分の服の線にも操れるから、結局結果は変わらなさそうだけどね。マジで面白い男、全裸で戦うのかなそれ。車を武器にしてるのも好き。エッジショットと個性にシナジーあるのは、そうきたか、という感じで面白かった。ビジランテだと、肌露出してたモブ市民が照れてた。タワマン自宅も事務所もスポーツカーも、好きなくかっこいい。さらに携帯の持ち方までかっこいいなんて。中の人ネタで恐縮だけど、久々に緑川声が聞けて嬉しかった。車かっこいいよね、近未来的なデザインだ。外人さんの反応動画見てたら、みんなバットモービルだ、って喜んでて笑った。戦意装填ファイバーオン。実力の高さはオールフォーワンのお墨付きだからな、トムラには合わないってだけで。髪の毛後輩たちを逃して、自分だけ腹貫かれるのかっこいいぜジーニスト。UAOB で後輩思いなところも好き。体育祭見て、爆豪強制しようと思うあたりも、かなり世話好きだよな。ギャグでもシリアスでもキャラがブレないイメージあるな。スピンオフでも絶対面白いぞこの男。ベストジーニスト何もかもかっこいいし、悪いところひねり出すとしたら、スーツの襟がめちゃ長いくらいだし、なんだったらスーツの襟が長いのもかっこいいから、支持率ナンバーワンなの全人類が認めるよ。スマートでかっこよすぎる男。悪いというか、趣味が悪いな、と思ったの。かっちゃんのこと気に入ってるところと、スピンオフのギャグ描写で、女用のポーズ取らせてたところくらいかな。強制したいだけ、強制したいだけです。スマッシュ内の行動はさすがに脳幹だろ。その理屈でいくと、ダークシャドウが片言ロリ娘になるぞ。やはり欠点は首が長すぎることくらいなのでは？記者会見でそこそこ話題かっさらうジーニストの首好き。読者からそうツッコミを食らったジーニストの首だけど、ヒロアカ世界でも記者会見を見て、いろいろネタにされたりとかあるのだろうか。襟だけじゃなくてネクタイも長いもんな。やっぱり特注かな。それとも自分で紡いだのかな。記者会見すれが首長族すれにされてて予想外だった。首の長さ気にしてなかったから。この世界は若者のデニム離れは起こらなそうだな。ジーニストかっこいいもの。この人のデニムジョークって、本人がジョークと思っているのか。思考回路がもうデニムなのか、半然としないあたりが魅力。違法デニムって何なんだろうな。もっとデニム用語聞きたい。今まで出てきたデニム用語。他にももっとありそう。車運転中の、裾上げにも限度があるということか、も追加で。そこはニオリって言われないと、気づかない人が地味にいそうってくらいには、さらっと挟み込まれて自然だよね。これはニオリだったんか、うまいな。直前の、ほつれにほつれたヒーロー、をうまく拾ってるよね。職場体験中の爆豪、デニム履かされてたんだ、気づかなかったわ。アニメだとわかりやすい。ピチピチのデニムは重ねてたぜ。デニムのおかげか、普段のコスの時より丸く見える。やはりデニムち？腰パンじゃないかっちゃん珍しいな。ナイス太もも、タイトなジーンズの良さってこれか。割と死にかけてたのによく復帰できたなって。まあ、オールフォーワンにやられた傷でオールマイトみたいに血を吐くみたいになってたけど。まだ爆豪って、シュア、って言ってなかったんだっけ？言ってなかったらそのうち言いそう。
スター&ストライプさんお迎えするとき車中で、ゴールドラッシュ時代のお宝ヴィンテージデニムについて話したい。っていうのは普通に話してるから、デニム語ではないか。ちょっとすれ気になってしまうが、食事の時どうしてるのかすごく気になる。ベルトオープンなのか、チャックオープンなのか。校舎だと清涼剤じゃなくなるどころか、絵的に一線超える。ベルト緩めて折り返すんだと、根拠なく思い込んでたけど、チャックの可能性もあるのか。奥が深いな。ベストジーニストだったら、ベルトも操れそう。ヒロアカコラボデニムあったら買う、シュア、ベストジーニスト。職場体験の時は、ただのネタキャラだと思ってたよ。爆豪にデニム履かせたり七三にしたりしてたし、こんな頼りになるヒーローだとは思わなかったよ。つなぐというワードが出てくるとベストジーニスト思い出す。そのうち糸が入っている感じ見ただけで、ベストジーニスト連想しそう。ベストジーニスト8年連続受賞はだけじゃないぜ。おしゃれで若者に人気。履いてみて、ジーンズがかっこいいんじゃなくて、ジーニストさんがかっこいいんだ、って気づかされるやつ。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。皆さんの意見もコメント欄で聞かせてください。よろしければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではまた次の動画で。